斉藤緑偶から1904年4月13日は、明治時代の小説家、評論家。本名、健、正直、正太夫をはじめ、高等緑、東仙坊など、別名も、多数ある。高田露伴がつけたという改名は、春行院緑生客。1868年1月24日、伊勢国神戸で、津藩の医師、斉藤利光の子として生まれ、 10歳で上京。父が、東道校の寺だったことから、本所緑町の東道を邸内に居住していた。緑空の号は、緑町に住んだことに由来する。東京府中学を経て、明治法律学校に進学するが、弟たちのために、中途で学業を廃止、文筆で立つことを決意。1884年より、神奈川ブ録に指示し、高等緑の筆名で、 いくつかの小説を書く。その後、1889年から1890年に、小説8週、諸学小説心得、小説表中問答などのパロディ精神にあふれた評論を書き、辛辣な批評家として、自他共に許す。1891年に、油地獄、かくれんぼなどの作品で、小説家としても認められるが、生活は苦しかった。一万長法 読売新聞、26新報などの新聞で、眼前高等をはじめとするアフォーリズムを連載する。一万長報記者だった、高徳周水と進行。1895年9月から、時論日報という新聞の編集士官を任され、同じく、神奈川記録の弟子で、今日新聞にいた時の同僚であった、野崎佐分を招いて、顧問とした。樋口一の進化を、理解評価し、 森王外、高田露伴と共に三人情語で紹介した一人である。1896年1月に手紙をやり取りし始め、旅空は直接な批評を一葉に寄せるようになる。樋口家を訪問しては一葉と江戸文学や当時の文壇について語り明かし、一葉は敵に回しても面白い。味方にするとなお面白そうだとその印象を日記に書き記している。以来、 一応没するまで二人の交流は続く。1899年に一応全州の皇帝を引き受け、遺族の生活を受け負う一方、一応日記を手元にとどめ、亡くなる直前に友人の馬場子町に託したことにも、旅空の一応への愛着が伺える。肺結核にかかり、1900年10月23日から、下沼の旅館あずま屋で、天地療養し、 1901年4月13日、東屋の女中頭金、沢竹を伴って、竹の実家のある小田原に移り、竹と結婚する。小田原で2年間療養するが、病状はかんばしくなく、東京に戻る。しかしなかなか働き口がなかった。友人の修水は、堺井俊彦らと発行していた、週刊、平民新聞に、玉雨のために、物葉はがきという欄を設け、 原稿料を得ることができるようにした。旅空は、その送金が待ちきれずに、病区を押して平民者に受け取りに来る時も多くあり、中水はいつも小遣い銭を加えて渡すようにしていたという。1904年4月13日、僕本月本日をもってめでた死去松室交換子の断交告思想狼なりと故に口述筆記させた死亡広告を残し、東京市、 本所横網町の自宅で36歳で病死した。戒名は春行院緑風生客孤児。弟子に小杉天外らがいる。その常識にとらわれない基地は1903年1月から1903年7月まで一万、長報、読売新聞、26新報などの新聞に発表された眼前高騰をはじめとするアホリズム集によく現れている。 A.B. 隅田、文学地図1990、伊藤聖、日本文壇誌四講団社文芸文庫、1995年、83、P。この男か、滝に取りても伊藤面白し、味方につきなばなおさらにおかしかるべく、明治29年5月29日の日記より、諸岡千代子、夫、高徳周水の思い出1946年東洋堂 諸岡前継書、岩井博史、作家の臨終、母費辞典150ページ H、https コロンスラッシュスラッシュゲーテ .jp スラッシュ Q&A、Q A、9号手通りの骨ことか、html によると、この敬語の作者が、本当に、斉藤緑であることは断定できない。緑以降近代デジタルライブラリー、ありがとうございます。